杉本和巳君。委員長、日本維新の会の杉本和巳です。補正予算3案に賛成、組み替え動議に反対の討論をいたします。組み替え動議は事前提示がありませんでしたので反対です。今、私ども政治、行政、国会に求められているのは、命を徹底的に守ることと、スピードアップ、そして政治家の覚悟です。これらの観点から、補正予算3案には改善するべき点はありますが、賛成いたします。私どもが補正の準備を提起したのは、2月の党員での締めくくり質疑や本会議討論でした。あれからほぼ2ヶ月、参議院での予算審議があったとはいえ、補正の指示や編成など、本予算審議に並行して準備を進めていれば、4月の緊急事態宣言発出と、同時期の4月前半での審議、そして4月中の給付ができたといえます。次に、本補正予算案で改善するべき2点を申し上げます。1つは、いわゆる不要不急の内容が計上されています。新型コロナウイルス感染症収束後になすべき経済対策です。もう1つは、地方創生臨時交付金1兆円の規模についてです。大幅増額が必要です。我が党は、特措法修正の必要性提起時以来、国が休業要請するなら補償も行うべきと強く訴え続けております。現行は各地方自治体が休業要請を民間にお願いして、厳しい財政事情の中から協力金の制度を作っています。都道府県知事が活用できる使途制限の制限を設けない形、地域の自主性を尊重する形で自治体の取り組みを財政で後押しすることを強く求めます。次に、スピードアップの観点から、早急な第2次補正予算の準備を提唱します。その要点は、COVID-19 対策の優等生の台湾と日本の違いの原因の一つは、個人の ID の存在です。台湾では、徹底した隔離やマスクの配布は ID がベースとなっているのです。日本もこの機会に ID の徹底普及をすることを強く提唱します。我が党は、新型コロナウイルス対策に関する提言第4弾を発表し、提起しています。国民の生活資金の保障について、マイナンバーの活用による給付の迅速化、特別定額給付金の最低所得保障制度の導入による継続、民間活用型生活福祉資金貸付の創設とマイナンバー紐付け事後審査による給付への切り替えです。また、我が党が野党と昨日共同提出した家賃支払い猶予法案の早期審議が必要です。自粛要請に協力する事業者が安心できるよう、テナント、オーナー双方を支える賃料免除の仕組みを実施しましょう。結びにあたり、医療提供の現場、体制の堅持と補強を求めて、補正予算3案への賛成討論といたします。これにて、討論は終局いたしました。これより採決に入ります。まず、岡本光則君ほか1名提出の令和2年度補正予算3案につき、撤回の上、編成替えを求めるの動議について採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立少数。よって、岡本光則君ほか1名提出の動議は否決されました。次に、令和2年度一般会計補正予算第1号、令和2年度特別会計補正予算特第1号、令和2年度政府関係機関補正予算期第1号、以上3案を一括して採決いたします。3案に賛成の諸君の起立を求めます。起立総員。よって、令和2年度補正予算3案は、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。お諮りいたします。ただいま議決いたしました令和2年度補正予算3案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。